皆さん、人生に一度は旅打ちってのやってみたくないですか？今夜はゲストからそのいろはを教えてもらいます。ゾウには目押しからね。今週の注目機種はこちら、鹿児島の皆さん、こんばんは。パッチタウン TV 始まりました。さあ、矢根でございます。本日はマルハンカジキ店に来ております。さあ、ということでですね、隣には、川端ゾウニが来ております。はい、川端ゾウニです。よろしくお願いします。まあまあね、まあ、SP なのかマフィアなのか何なのかよくわかんないけど僕は SP ですけど、マフィアですよね。まあ、そういうのはどうでもいいんですよ。もう前なんかどうでもいいの。はい、今日はね、マルハンということで、もうスペシャルゲストに来ていただいて、早速お呼びしたいと思います。どうぞ。おお、どうもこんにちは、パチスロ一人旅の長見誠です。よろしくお願いします。自身の借金を返済するために日本全国を放浪するパチスロ一人旅でおなじみの七海誠さんがパチタウン TV に登場。車で放浪しスーツ姿で実践する七海さんの大ファンだというヤドゥは同じスーツ姿でお出迎え。ヤドゥ鎌田蔵に失礼のないように進行よろしく頼むよ。わかる？これ、この俺のテンションの高さ。おいやいやいや、七海さんといえばのパチスロ一人旅ね、先ほど言われてましたけど、もうこれ漫画で連載されて、これ実写化もされたことがあるぐらいですかね、はい、映画で。ちなみに、だって七海さん、はい、鹿児島は？鹿児島は実は、はい、僕これまで20年間ぐらい旅打ちしてるんですけど、ちょうどね、トータルすると鹿児島県で打ったことある日数って、はい、29日間なんですよらしいです。昨日ねちょっと計算してみました。そうしたらだから今日が30日目、節目なんですよね。ちょうど30回目、鹿児島県実践30日目になるんですよ今日が。その節目の時にこんな僕たちに申し訳ないと本当に。あのね、スマホとかパソコンで、はい、あの動画はあの拝見させていただきます。あ、本当ですか。はい、してね、はい、ちょっと僕も今日すごい緊張してます。あ、いえいえ、いやもういえ、とんでもございません。ただね、せっかくこの七海さんに来ていただいたので、はい、ちょっと僕たちからお悩みことがありまして、まあ最近この2人の収支がひどいわけですよ、はい、まあ勝てないと、ということでやっぱりここはちょっとね、七海さんに弟子入りしたいなと。弟子？はい、弟子にしてください。この業界の超有名人のね、いやいや、七海さんにこうパチスロとは何たるやというのを教えていただきたいなと、はい、僕はちょっと今まで弟子取ったことないですけどね、はい、お願いします。いいですか。まあじゃあ今日これ収録っていうことなんで、はい、はい、より多くボーナスを引くと、はいはい、僕よりも多く引けたら、まあ、それを弟子にすることも考えないこともないかなっていう。なるほど。ってことは七海さんより、まあ、勝ってしまえば弟子にしていただける、まあ、そうですね。でも勝ったら超えちゃいますよね。師匠を超えちゃう、ね、師匠超えちゃいますよね。そんな失礼なこと言うんじゃないよお前この野郎。すいませんでした。勝てるということ自体おかしいよお前。もちろんお前とりあえずパチスロよりさね、もうとりあえず就職してきたらもう。誰が信じたい。ライターやめて。ということで今回お邪魔したホールはマルハンカジキ店。パチンコを552台、パチスロを240台設置。人気機種をしっかりと抑えたスタンダードなラインナップのホールですよ。何か飲み物が必要な時、ワゴンレディにお気軽にお申し付けくださいね。さあ、ということで早速実践の方は花火、こちらの方でしたいと思っております。よろしくお願いします、七海さん。よろしくお願いします。さあ、まあ早速ですが、七海さんといえばですよね、はい、まあまあ、花火は結構打ちますね。そうですよね、ただもう、おなじみの機種なんで、お二方も大体はもう分かってますよね。そうですね、まあ、もちろん、この仕事してるから、まあ、通常時、小役の取りこぼし、うん、まあ、氷とチェリーですね、うん、狙って、はい、で、まあ、小役出現率とか、まあ、あと、ボーナス当てた後、うん、まあ、ここが一番重要なんですけど、はいはいはい、ボーナス消化中の、はい、まあ、外れ目とか、はい、まあ、あるいは斜め風鈴ですか、はい、まあ、あとは RT 中の外れ、はいはい、まあ、そこら辺に注目しながら、そうですね、まあ、そんなにだからね、難しいことはなくて、まあ、基本に忠実に打っていけばいいんだと思います。わかりました。さすが師匠の言葉をいただいたんで。いや、そんな行きましょう。そんな大げさなことは言いませんでしたけど。
で僕ちょっと目押しがそこまでよろしくないんですよ、はい、あ、そうですか。もうご教授願えたら最高なんで。ちなみに一区消化中とかの、はい、リプレイ外しありますよね、はい、あれはどうですか、楽勝ですか。あれはそうっすね、7割方できます。7割、7割方できます。七海さん、はい、おそらく僕の見解では7割ないです。あ、そうですか。多分五分五分以下だと思います。50%ぐらいですか。そう、じゃあ相当な伸びしろがあるということなんで、伸びしろもしかしたら、もしかしたら弟子にちょうどいいかもしれない、ね、確かに伸びしろで言ったらあるかもしれないですけど、まあ、あの男ですね、プライドが高いものでですね、はい、目押しを外してるのに外してないって言い切りますからね。そのぐらいあのぶっ飛んだやつなんで。あ、そうですか。じゃあパチスロとかを打つにあたって、はい、こう自分の中に決め事とかってあるんですか。やっぱり、旅先で勝手がわからないですから、そこのお店の常連さんの動きを参考にするということですね。あ、なるほど。朝一どこの島に行くかとか。そうですよね。あるいは、まあ、ちょっとプロっぽいお客さんが多めか少めかとか、男性客が多いか女性が多いか、はい、年配が多いか若い人が多いか、まあ、とにかく見て観察して何かを感じ取るっていう。だから僕のイメージでは漫画見てるんですけど、はい、打たない時もあるじゃないですか。それでありますね。ありますよね、それがすごいなと思って。僕ホールに入ったらもう打ってしまうんですよ、どんな状況でも。まあでもそれやると旅打ちすぐ終わりますよ。そうですよね、お金なくなって。お、入りましたか。あー、バケです。まあ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 、レギュラーボーナスは1ポイント、はい、1ポイント1ポイント1ポイント、そんなルールがあったんですか。ポイント制だったんですか。ビッグボーナスは3ポイント。ボーナスが3ポイント。すいません、言い忘れてました。これは1ポイント1なんですね、はい。七海さん、はい、漫画のイメージで、はい、七海さん、まあ、もちろんスーツ姿はそうなんですけど、ええ、結構スーツ流れてワイシャツ1枚で打たれてる。いや、漫画ではそんなイメージなんですか。漫画ではね、はいはいはい、まあ、ぶっちゃけますとスーツ着て打ってることは普段はないです。あ、そうはい、え、すみません、これ地上波で言って大丈夫ですか。あ、地上波で大丈夫ですよ。大丈夫ですか。今までにも言ったことありますから大丈夫です。なるほど、はい。七海さん、ぜひですね、はい、上着脱いで腕まくって打ってほしいんですよね。あ、そうですか。いいですか、後半戦は。はい、わかりました。あれだす、やったー。やっぱね、七海さんはこうでなくちゃ。すると、これをきっかけに七海さんのエンジンが全開に。お、うわ、うわ、綺麗な出目入りました。これはまさか、まさか入ると今思わなくてびっくりしました。綺麗でした。さあ、お、これもまあビッグ確定ですね。セクシーな、素晴らしい。はい、ビッグ来ました。しかもまたかっこいいですよね、ちゃんとシングルを狙ってくれるところが。いやいや、素晴らしい。一応チェリーとかもまあまあ狙ったりとか ね、まあありますからね。はい、さすがでございます。さあ、大丈夫、できるお前。いや、もう俺女の子だったらベタモネですよ。いやいや、このテクニック。いやいや、これぐらいはみんなできますよ。これぐらい。さらに花火ゲームが終わりかけたその時。お、お、アルティーレンスね。いやー、決まりましたね。しびれますね、今のは。今3ポイントでまたポイント入りますよ。ちょっとまずいぞ、師匠。おし、負けてお願いします。まあ1ポイント4ポイントですね。合計4ポイント、はい、これビッグ中の花火ゲームで外れが3回とか出たんで、はい、結構手応えありますよ。もうあります。もうそこまで読めちゃいますか。あ、まあまあまあ、1回だけで断定はできないですけど、そうですよね、やっぱり早め早めの判断とか決断も一応重要ですから。なるほど。やっぱりまあ、もしかしたら高設定かもなとか言って、うん、だら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 打ってると、はい、こう負けちゃうんですよね。ああ、それ僕のパターンです。入っちゃいましたよ。また入っちゃいました。またまた入りましたよ。
あーまあ負けですね。5ポイント。5ポイント。おい、ヤドゥさんまだ1回っすよね。お前リ、はい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 、お前さ、リプレイと不倫しか引いてねえだろ。司会せえよお前。さあ次にボーナスが来たのは田又ゾウに。ナナミさん、いや入ったじゃないですか。やったまだまだ分かんないですよ。まだ分かんないですか。ちょっとね、ここに化け出てるから、はい、レギュラーの可能性ちょっとありますよ。トコン。はい、でもいやいや目押しうまいじゃないですか。はい、いや今だいぶ震えてましたよ手が。すごい緊張してたと思います。この後その緊張がマックスに到達するのですが、とりあえずヤドゥもレギュラーを引いて、現在のポイントはこんな感じ。おお、うわあ、これはまあ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 、これもね馬券多いんですけどね。おお、赤7、赤7っぽいですね。赤7。いやいやいや、ダントツじゃないですか。そんなんされた8ポイントです。さらに112ゲーム回したところで3回目のボーナスを引いて、ナナミさんは容赦ない11ポイント目をゲット。 DMM のですね、まあ俗に言うキング、山のキングがいるんですけど、スターっていうのはやっぱ見せるときに見せるらしいんですよ。こういうのを言うんでしょうね。今夜はなんとマルハンカジキ店にパチスロ一人旅で有名なナナミマコトさんが登場。そのナナミさんに弟子入りさせてほしいと、花火で勝負を挑んだヤドゥと鎌田ゾウには今のところフルボッコ状態。ビッグだと3ポイント、レギュラーだと1ポイント獲得できますよ。よし、おお、いや見えてるんですよ、見えてるんですけどね。ほらほら、おっしゃい、よし、あ、まあまあ、何回も何回も合わせて。いやあ、いかん。お前ドンだった。ドン頼むよお前、もう出てるし。ドン大丈夫大丈夫大丈夫、今までがネタ振りなんで、こっからっすね。本番は目押しにネタ振りってあるんすか。あるみたいですね。目覚ましのゲーム持ってこいって言ってたぜ。あれいやいやいや、ダメか、だいぶ遅れてるな。見るに見かねたヤドゥ兄さんが、お願いします。お、さすが、失敗が見たかったっす。いやもうお前失敗の絵取れてるから。じゃあ次はリプレイ外ししっかりしろよ。ですね、とりあえず4ポイントゲットしました。そんなゾウニを突き放すようにナナミさんが、わあ、またですか。またちょっと一回もハマりがないっすよ、ほんと。いや、まあ、すごい、ですね。しかもドンビッグ、もう勝てないと思うから、あとは目押しとか頑張って。突き上がった最大の難関。しゃー、いや一発で入れそうだ、大丈夫か。あ、やばい、本当に怖い、本当に怖い。いやいやいや。ナナミさん、こればっかりは、こればっかりはどうしようもない。すごいな、ナナミさん。いや、ナナミさん、はい、まあ、今までもう4、5回いろんな台それこそ打たれてると思うんですけど、はい、スロット打ってて一番こう気持ちいい時っていうか、気分がいい時ってやっぱどういう時ですか。やっぱ気分がいい時はもうやっぱ大勝ちした時とか、ね、やっぱりね、負けられない日に勝った時ですね。あ、自分の中でそう、今日はもうやばい、負けれないっていう、ちょっとお金厳しいぞっていう時に。やっぱりね、そういう時に勝つと、なるほど、嬉しさも熱さも倍増しますよね。
そんな話してたら話の途中ですいません、七海さん、はい、あいつ入ってます多分、はい、したら化けですね多分、外れれば赤七の可能性も、そう、化けです。もうビタ押しの恐怖が来ない分ちょっと安心してます。いや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 、お前化け引いただけでちょっと安心してんだよ、もうしたくないからって。お前本当ライターかお前。次戦終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。いやもう各自ですね、楽しんで、はい、まあ、あの七海さんの横で打てるというだけでもうテンション上がってね。いやいやいや最高ですよ。もういい部分もダメな部分もいろいろあったんじゃないかなと。取れ高的にはすごい OK だったかなって。実は収録後も3人は打ち続け、それぞれ大当たりポイントを増やしたみたいですが、早速発表しましょう。七海さん16ポイントです、15ポイント12ポイント負けです。さすがですね七海さん、これからよろしくお願いします。天使の鎌田ゾーニーです。いやもう勝ってるし。そうそう、今話聞いてた。今何のためにポイント発表したの。肉が大好きです、鎌田ゾーニーです。あのあれですよ、弟子になるんだったら、はい、僕の住んでる岐阜県住み込みになりますよ。岐阜、岐阜の場所わかんないでしょ。はい、岐阜県の場所。どこら辺だと思って。ビタ押しもできなくてお前チリもダメって。お前何が残るのお前に。本当、いや何だ、ダメさ、こいつ弟子するとまあ金かかるんですよ。あ、そうなんですか。もうとにかく飯をめちゃくちゃ食うんですよ、遠慮なしに、僕今まで散々いくら取られたかっていうぐらい怒ってるんですよ。いやマーク、今日も今日も、いやいやいや今日も行かれ、俺負けてるし。なんで負けてるの。たまにはおごれよ。いいじゃないですか、いいじゃないですか。そば奈良美さんにおごってよ。お前、僕もちょっと新幹線で帰りますんで、はい、すいません、またまたの機会にということで。すいません、大人の対応を。結果あの振られたということで、鎌田蔵には、鹿児島で頑張るの。まだ頑張ります。いやもうということでね、まあ岐阜に行くか鹿児島行くか来週から楽しみにしていただければと。ただ七海さんどうでしたか、はい、楽しかったですか。あ、本当に楽しかったですね。あ、いや、はい、よかったですもん。あのお店のお客さんも温かくて、うん、そうですね、またぜひ来たいと思いました。もうぜひとも鹿児島にね、またゲストで遊びに来ていただければと思いますので、お願いします。あ、今週はということでマルハン家事店からでした。始まってる？始まってる。始まってる。始まってます。始まってる。いやーでもね、もうすぐゴールデンウィークだからね。ねえ。旅行とか行きたかった。ねえ。旅行行きたいですね。なる。急にさ。何？なんかゴールデンウィークの話。違いますよ今回は。今回はね、なんと日清ファッション TV 全県共通企画でございます。題して。ファッサウンダービー。これはどういう企画か、じゃあメジャー説明してください。はい、え、私が説明するの。はい、何？あ、カンカ、カンペね、カンペね。これなんかめっちゃ入ってる。はい、じゃあということでパチタウンダービーですね。うん、パチンコパチスロー両方を使ったレースを行います。はい、視聴者の方にはパチンコパチスロー合わせてどの県が一番大当たり回数が多いかを予想してもらいます。うん、見事予想を的中した方の中から抽選でプレゼントも用意しているので、応募どしどしお待ちしております。はい、え、これ前にやったペカリ回数選手権に似たやつですね。うん、っていうことでしょ。あ、そんな感じだけど、ね、で勝った券を、うん、勝つ券を予想して皆さんに投票してもらうと。応募期間もあるんです。応募期間あります。ですね、5月1日までなんですけど、はい、応募方法なんですけどね、うん、応募は単勝1点外のみ。え、それ難しいわ。やっぱ副賞とかワイドとか。いや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 、ちょっと冒険するじゃん。三連単とかやって。そんなんないです。三連単だとプレゼントがなんかいいやつ。はい、1位になる券のみ当てる。そうですそうです。もうあの画面の下にあの UR 表示してるので、はい、そこから応募していただいて。なるほど。5月1日までと、はい、なってますので、皆さんが思うね勝つ券を応募してもらって、うん、楽しみ。これやっぱ長崎が有力なんじゃないですか。いや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 、なっちゃいますよね。いや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 、でしょ。大分強いから、せめて長崎か大分で決着してよね。他の県。